よっしゃ、今回は世界で活躍してるマジシャンの種明かしがマジですごすぎる件を見ていきたいと思います。まあ、皆さんマジック目にする時あると思いますが、あれってすごいですよね。どういう風に仕掛けがあって、なんで見てる側は全然わかんないんだろうみたいな、そういうものの種明かしをちょっとね、今回はしていきたいと思いますので、とっとと見ていきましょうか。まず一つ目のマジック。まあこの人はね、トランプを用意しましたね。マジックといったら大体トランプですよね。そしてこのトランプをどうするのかというと、まあ、全然仕掛け人ではない、まあ、お客さん的な人にやらせてカードをストップと言いますね。で引いたカードを見せて破きます。でその破ったものを相手に持っててもらって、じゃあそれをどうするのかというと、なんか怪しげなボードを持ってきましたね。これをどうするんでしょうか。これをなんとこの人の首にかける。なんでかけるんでしょうね。で目隠しもしちゃうということはちょっと危ない雰囲気がありますね。どういうことなんでしょうか。そして助手の人にトランプを持ってもらって、それを投げてって指示してるっぽいですね。でこの人はなんとナイフを彼のボードにぶっ刺すらしいですね。でトランプを投げたらそれをナイフで救う的な、そんな感じなんじゃないですか。そのさっきの破ったカードを、そしてなんと目隠しをその助手みたいな人がするのかと思いきや、あと自分が目隠しをしてナイフをボードにぶっ刺して、なおかつ破ったカードも取るという、怖いですね。さてこの人は投げたトランプをナイフで受け止めることはできるんでしょうか。怖いですね。緊張の一瞬ですよ。まあそりゃ成功するわな。なんとね、投げたナイフが宙に舞ったトランプを仕留めましたね。すごい命中率ですね。でそこに刺さってたトランプを見てみると、なんとハートの2で、なおかつ破ったものと同じカードとなっております。すごいね。これ破っちゃったらね、同じカードは作れませんもんね。さてこれもね、ちゃんと動画にしてあるので種はあるんですが、どういう仕組みだと思いますかね。まだね、ナイフ投げたとこは怪しいなって思うんですけれども、破ったカードと形が一緒っていうのはね、ちょっとね信じられないですね。では種明かししていきましょうか。まずここのトランプに注目なんですけれども、最初実はですね、まあ、ちょっと名前をつけてこのジョー君がちょっと失敗をしてしまうんですね。この最初のところにね、もうハートの2っていうのが準備されてるんですね。あ、じゃあこれハートの2で全部埋まってんだっていうと、そういうわけではなくてですね、相手にストップって言ってもらう時にハートの2を上に持ってきて、なおかつここでのトランプの持ち方ちょっとおかしくないですか。隙間あるんですよね。となるとこれ絶対そこで落ちるような仕組みになってますね。ピンキーブレイクっていうそのマジックの手法があるらしくて、なのでちょうどいいところに、もうそこは心理戦というかね、間を突っ込んでストップってどこでも言ったらそこでパタって落ちるような仕組みになってるので、これ私だったらね、最後の最後まで言わないかもしれないですね。でここでハートの2をポンって出しますね。でハートの2を破ってもらうんですけれども、この破片はアシスタントの人持ってますよね。その後にナイフで刺して破ったハートの2が出てくるんですけれども、ちょっとここで疑問があるんですよね。あ、じゃあナイフを飛ばして刺したのは本当に破ったものなのかっていうとこなんですけれども、あのボードに実は秘密があります。そしてナイフにも秘密があります。まず最初ナイフから見ていきましょう。ここでもね、ちょっとジョー君失敗しちゃってね。はい、ここ見てください。なんと黒い紐が見えております。あー、これはねちょっと失敗しちゃったね。黒い紐が見えたということは、ちょっと勘のいい方は分かったと思いますが、なんとこのナイフ、手を離した瞬間に服の中にね、こんな感じで戻ってく、そういう仕組みのナイフとなっておりますので、あれは投げたフォームの時に手を離すと服の中に入っていきますね。あ、じゃあ本当は投げてないんだってなるんですが、じゃあボードに刺さったナイフはどこから現れたんでしょうね。あれにももうボードが仕組み化されていて、多分ボタンとかで出現させるんですが、ボードの中にはもう壁に突き刺さったナイフがこんな感じで仕込まれてて、投げたタイミングでボタンを押して出るみたいな、ちょうどよく合わせるとナイフがバヨーンって出てきて、でもうそこに最初から設置されてたトランプがね出るだけなんですよね。しかもこれねスローモーションで見るとねちょっとバレちゃうんですよね。はい、スローモーションで見ると、あーダメだこれ、もう見えちゃってますね、バヨーンって出てきちゃってるところが。であとはね元から設置されてるトランプを抜いて合わせるだけと思いきや、あれなんで最初から設置してるはずのカードなのに破ったやつと合うのって思うかもしれませんが、しかも女の人が持ってきてから一度もなんか触った形跡がないから、破ったカードを設置できる時間もないということで、あれって思いますよね。これ実はですね、もう破く瞬間にもちょっと仕込まれてて、マジックの準備を簡単に説明するとこうです。まず家でハートの2をまあこんな感じで破っておきます。でその後に、まあ、適当なカードと貼り付けをして同じように切ります。ってことは今この形のでっかいカードが2枚ありますね。そして最初に破いたハートの2はあのボードに設置します。その後に何かのカードの破いたやつとハートの2を合わせて、これで本番の準備完了ですね。で本番の時にもうハートの2に自動的にポトって落として、で破る時このカードなんと2枚重ねになってるんですね。ハートの2が普通のハートの2で、後ろ側に破った適当なカードなので、その形通りに破くと最初の設置されてたハートの2と同じ形になるので、もうあとは分かりますよね。本番用の2枚の重ねたハートの2は破ってもらって、それを持ってもらって、であとはねナイフを投げるふりして引っ込んでボードからバーンって出てくる。でそこに出てきたハートの2はさっき破ったハートの2じゃなく、家で仕込んできたハートの2の同じ形のハートの2を持ってきて、でねここで合わせる時もなんですけれども、あんまね合体はさせてませんよね。ちょっと数センチ浮いてるかなみたいな、バレないようにっていう、そういう感じなので、それが種明かしですね。だからねこれカード破る時、ジョー君が最後の手前まで破いたんですけれども、これを出演者の人にやらせるとどこ破くかわからないよね。私だったらねもうど真ん中くり抜いてやろうかなって思っちゃうんで、こういうところもね、もしもマジック疑う人はちょっとその破るとこ私にやらせてもらえませんとかっていうとねちょっと困るんでね、マジシャン泣かせはやめましょう。そういう風にマジシャン側がやらないと成功しない破るやつとかあるんでね、破片持ったからうわ本当にこの同じカードが戻ってくるんだなとか思うとダメですよ。カードも2枚重ねでね、なおかつハートの2を意地でも引かせるピンキーブレイクっていう手法を使って成功させたマジックとなっておりますので、これ種知った上でねもう一度見ると面白いですね。まあちょっと動画の最初の方に戻ってください。では、